どうも、皆さんこんにちは。みさんこんにちは。今日は何かっこいいか、裏返っちゃいましたか。<laughs> はい。楽しいですね。<laughs> <laughs> あの、すべ、はい、ての実態を知ってる三浦支所としてはですね。あの、裏を思い出しながら、<笑>,笑ってるんですけど。裏と言っても、別に、<laughs> いわゆる世間でいう裏ではなくてですね。裏では本当は献金もらってたり。裏では本当は団体の支援を受けてたり。 というのは話ではなくて、ね、どっかのまた、なんかあの、首、元が涼しい住民と議員と違ってですね。そうじゃなくて。要はなんか、むちゃくちゃ忙しいんだよね。そうですね。閉会しましたが。閉会、後のがやっぱり、忙しくて、やっぱりっていうのは、本会議や委員会で、縛られてる方が、まだマシな。のねで、そこは抜けると、どっと入ってきてですね。で、あの、例えば、こういう原稿をかけてるわけでは、全然ないんですよ。 夜中もずっと、まあ、時差があるせいもあってあの外国との議論も含めてもう全然ちょっとね、あのー、僕はアップアップにならないのが特徴なんですけどあっぐらいになってる、ね、<laughs> アップアップまでいかないけどあっぐらいになってる <laughs> はい <laughs> その状態の収録なんでカラ元気のカラカラ元気になってですね <laughs> カラカラ元気でさっきは声,声が裏返ってたわけですよ <laughs> なるほど はい。だ段々終わら番組になってきたんで <laughs> 別になってもいいんですけど、あの今日の一 <laughs>、はい、本目のテーマを、はい、はい。えっ、ー、と本日収録しているのは12月の17日木曜日ですが、うん 2> えー、2日前の12月15日に国防部会安全保障調査会合同会議が開かれました。その内容について今回はお知らせしていきます。はい。あのー、うん何をテーマに話すかとそれから でまあだいたい決まったらこうどういう順番で話すかっていうのは、うん、この二人で実は相談してるんですよ。イノウェディレクターには実は事前に全然相談してないですけど、それであの今日の一本目はですねどうして一本目になるかというとだいたいフランフ,フランだって。<laughs> <laughs> 普段。<laughs> もう生きているフランス人になっていうさ <laughs> 普段、うん、その暗い話が多いじゃないですか。はい、はいはい、そうですね問題山積みですね。 <laughs> もうとにかくがっかりする話が多いわけそれで僕ががっかりしたら世の中おしまいになっちゃうんであの本当にがっかりはしてないですよそうだけどもやっぱり皆さんにとってはえそこまでひどいなっていう話が多いから珍しく良いことがあったのでそれでこれが一番目なんですそれであの部会としてはまあいつもの部会に見えると思いますけど国防部会と安保調査会の合同会議がありまして。 そしてここに岸の防衛大臣岸、えーまあ、さんは今までの防衛大臣の中で一番この部会にちゃんとお見えになる方だと思うんですよねそれもよっぽどの公務がない限りは最後までいらっしゃるというね、はい、もう本当にお人柄お世じゃなくて本当にそういう人柄なんですよねその岸さんがですね、えー、僕前からね「穏やかな人ほど怒らせたら怖いで」っていうのをねはい、はい、こういうの標準語で言うと角が立つんで。 関西言葉で言うようにしてんだけど、はい、関西言葉で言っても角が立ってくる。<laughs> まあ、でも、そういうとこありますよね。終わりですよ。はい、で。やっぱり、かなり過去を決めて、防衛大臣になられた。あの、面もあってですね。いい意味でね。で、あの。全く前例のないことが起きたんですよ。うん。前例。で、こういう国防部会ってね。はい、これも、あの、お怒りになる人が。 いるのを承知で言うとね、はい、お怒りになっても僕に言わずに内心でこの野郎と思うってう意味だけどね、はい、あの部会長がいますよね<え>大塚さんっていうね、はい、すごく防衛に詳しいで左右にね、はい、ずらーっと防衛大臣並んでるわけ経験者が石破さんを含めてね、はい、石破さんがどうこうっていうんじゃないですよ石破さんはむしろねすごくあの真面目に部会に来る人ですよねうん、うん、しかしどこの部会考えてもね、はい、例えばまあ 経産部会長代理ですが。うん、元の経産大臣が隣にいたりしないよ。そうですね。外交部会でも元の外務大臣が横にいたりしないですよ。<laughs> はい。はい。てうか、あの。農林水産部会とかは多少あるんじゃないかと思うけど。国防部会ほど防衛大臣経験者が。ぎっちり並んでらっしゃるって。うん、ないと思うんだよね。副部会長とかでもなく。大臣経験者として。 にい,いるんですね、うん、結局未来志野に言ってるのが一番きついんだけどさ <laughs> だって閣僚経験者でも別, <laughs>、はい、別に普通に平場だからねそれが住民人の特徴だからでも国防部会ではまあいろんな肩書きついてるのかもしれないけど誰も知らないですよ、うん、誰もって、はい、あの僕は平場ですからね部会の役員っていうのは基本的な一つだから、はい、まああの、えー、超ベテランになるともちろんいっぱいありますけど。うんうん 基本的な一つだから平場なんで知りませんがいろいろ方があるのかもしれないけどでも閣僚経験者が左右固めてるっていうのはまあ国防部会長タフな神経でないとできないですよね大塚さん十分タフだから大丈夫だけどその人たちにですよこの日一段と僕はある意味きついこと言ったんですよ。 過去一度も喫さんみたいなことやった防衛大臣いませんよね。<laughs> あっていうか、<laughs> 並んでる、ね、それで、歴代の防衛大臣、まあ、石破さんを筆頭に長い付き合いの人、多いです、小野寺安保調査会長も元防衛大臣、ね、しかも2回やってらっしゃいますが、はい、小野寺さんに目を合わせてですね、過去にこういう防衛大臣いなかったですよね <laughs> 言ったら、小野寺さん。<laughs> んっていうね。うん あの人も人からいいですから。<laughs> <で> <laughs> 嘘つけないので、はい。これ何がね、あのすごいかというと、簡単に言うと、はい、外務大臣と外務省の失敗を、うん、防衛大臣が補ったんです。うん、あこの前の件です、ね。そうです。大きい問題ですよ。ね。はい、ね。それを防衛大臣があひっくり返すのように、中国の国防大臣を小天板にやり込めるっていうのは。 やっぱり僕今、話して,てやっぱりこれあのこんなことで喜ぶなっていう批判が当然来るでしょうが来てもいいででですすすよよ、うん、敗戦後画期的ですよそうですね、うん、あえて言うと、あの私の提案で、はい、あの日韓外交が変わったホワイト国から除外する、はい、今もそうですけどそういうことがポツポツ起きるようになってきたなとこう私が、私がって話じゃなくて現実としてそうだなと思う一つなんですよね。うんはい で具体的に申し上げますが、まずキスさんの、まあ、挨拶書いてあるけど、はい、まあいわば信条表明ですよね、そこにね、信条って信じることの方ですよ、心じゃなくて、はいはい、その日中、防衛大臣会談をやりましたと、うん、向こうは防衛大臣って言わないですけど、本当はね、その会談の中で、はいえー、固有の領土であるところの尖閣諸島と尖閣諸島を含むアジアについて、うん あるいは南シナ海についてさらには中国の国防政策について中国のお今おやりになっていることについて強い懸念を示しましたとこの冒頭でもそういうのをおっしゃいました、はい、あの皆さんここですでにねさっきの,あの、うん、大きい問題だけじゃなくて画期的なんですよというのはね、はい、尖閣諸島固有の領土の尖閣諸島を守るという話は、まあ、当たり前っは当たり前ですけど。はいはい アアジア全体、うん、そして中でも南シナ海、うん、あるいは中国の国防政策これ当然中国共産党や中国共産党支配の政府からしたらそれは内戦問題だと、うん、ね、はい、で外交政策っていうのはまだしも国防政策って全く内政じゃないかと、うんね、普通だから言わないんですよこんなことこの時カメラ回ってるわけですから、うん、冒頭のカメラが入ってる冒頭発言だから、はい でカメラ回ってても日本のオールドメディアはそういうのは本当に見なかったことにするから多分そこはあんまり報道されてないと思いますけれども、うんす,ね、すみません、テレビ見ないので確たること言えないんですが少なくとも NHK ニュースは僕は一応見てるから出てこなかったですけど、うん、中国の国防政策についても強い懸念を示しましたっていうのは<ー>これだけで三浦医師の今の反応どりですと 謙虚に言わなきゃいけないんですが一体誰の発案なのか防衛官僚が大臣にこれ言いましょうって言うと思う言うわけないです菅総理が言うと思う自由にの現職議員ですよ現職議員としていますと言うわけないですよオリンピックの開会式に習近平さん呼ぼうかと今はっきり言ったんですよ僕はね 言うわけないですよ、うん、だからだから本人しかないですよお兄さんとこんなことは話さないよ岸さんはあそうですか <laughs> 相談したんかなと思ったんですけど <laughs> あそう思ったん、はい、えっとねあのきょだとっても仲いいんだけどちょっと今日はやっぱ褒め過ぎかもしれないけどね、はい、お兄ちゃんが弟にああしろこうしろっていうのは本当にないようんあ一一つあんね一つ何、うん、ですか <laughs> いやもうあの、なるべく国家機密、特定機密に触らない限りは、はい、そうは違法ですから、はいの、はっきり言うとですね、岸さんに岸さんって安倍総理、安倍政権時代のためにスパイやってますって聞いたんですよ。<laughs> はい、これはもちろんあれですよ、あのこれ絶対公開しないでね。その <laughs> 変な意味のスパイじゃないですよ、はいはい、外国統一で、そうじゃなくて、僕の活動とかね。守る会の動きとかね。あの、しっかり見るっていう役割のスパイね、やってますって言ったら、あ、そうですよって。で、これは裏を取らなきゃいけないから、安倍総理に。電話の中でね。はい。あの、弟さんにそういうこと言ってます。は言ってるよって,言って。<laughs> じゃあ、事実ですね。ねこれ何するかわかんないので。ね。で、その一点だけで。はい,はい、はい。 じゃあ何を言ってるかというと防衛大臣になってて天皇陛下によって認証された防衛大臣国民から負託を受けた防衛大臣について安倍さんが前総理としてああしろこうしろましてお兄ちゃんとしてああしろこうしろっていうのは違いますそういう兄弟関係じゃないです岸ささんんまたそそうううういいいい人人じじゃゃななし安倍もだから要はこれ岸さんの決断なんですよそれで 機密事項でなくても人と人とのつき合いっていうのはあの言っていいことと良くないことといやこの言っていいことで悪いことあるよそういう意味じゃなくて親しいからといって例えばこういうふうな話しましたとか電話でこうでしたとかそれは駄です、はい、お手紙とか山谷さんのお手紙みたいに本人の許可を得ればいいけどだから具体的手段言えないんですけどあのまあ要はあのこれあの対外発信の重要なのでどういう政策 政策ですから一緒の,あの防衛政策って別にあの戦車の数が何台とか、うん、イージスアッシャーの後どうしますかだけがそうじゃなくて全体に抑止力を持つだから発信っていうのは大事な防衛政策なんです、うん、どういうふうにこの重大発言が決定されたのかということを僕らに調べたところですね岸信夫防衛大臣の、うん、前例を超えるってことを 自覚した上での決断なんですよ。ということは、迷いもあった、はい、ここまでいっていいのか、それから特に日本では外務省なんか上に立っちゃってるから、はい、だって防衛省は、第一安倍政権ができるまでは、防衛長だったんですよ。なんと信じかたいことに、内閣府の外局だったんうんもうみんな忘れてるけど、うんうんすごいですね。<laughs> 昔でいうと総理府の外局だったわけです。 それが第一安倍政権たった1年の間の大きな成果いくつも成果あったけどね一つとして防衛省になったんですがあの全然対等じゃなくてだからあの絵描くまでもないけど絵描くと,書くと分かっていただくのは普通の国でいうとここにあの外交当局があってですねでここに軍部がいるわけですよ。これが車の両輪なんですよ。ここの車のこの車 いわばあのドライバーが座るところに当たるのが日本だと総理官邸だし、はい、普通の国だと大統領府とかですねそれからまあ首相官邸とか別にトップがここにいるわけですよね、はい、で外務省って当然武装してないですよね、うん、で軍部は当然武装してるわけですよね、はい、でも両方外交なんですよで普段これでいきますよとしかしあの国際法に違反するような無体なことを言うとこれ出ざるを得ませんよと。うんうん で戦争するためにこの軍部がいたっていうのは実は1945年で終わったんです、うん、第二次世界大戦の終結とともにこの軍部っていうのがこれは数千万人を失ったあそのいわば生贄犠牲の下でこういう考え方が確立されてでそれが車両輪になってるわけですけど日本はこれが敗戦後どうなったかというと。 <laughs> この,あの国軍軍部が姿を消してしまってこれこれがないわけですよ。うん、でこうちっちゃく自衛隊はこあるような状態で、はい、そうするとこれ自体がこうもうこうこっちでもどっちでもな傾くようになっちゃうから、はい、この上に乗っかってる総理官邸の判断が実はおかしいというかできなくなってしまって、うん、あの尖閣諸島の。 問題ななどでででも,まともな対応ができないわけですよね、うん、で今、井上さんがあの僕に見せたのは、新聞には3紙ほど、この中国の国防政策についても言及したというのが出てるということです。はい、はい続けていいですか、はい。それで、えー、この,、えー、の,で <laughs> の、ちょっと今ので、ちょすみません、<laughs> ペースが狂っちゃったんだけど、えー、っとですね、 この岸さんの、うん、歩み歩もうとしてることの中で大きいのが、はい、すぐにこうなるわけにいかないんですよ、はい、ここ自衛隊ってわけにいかないのは、うん、この上から圧迫してるこの今矢印で書きましたが大きな力があってそれが9条なんですよね、うん、こうなることを妨げてるわけですね。はい、しかしまあ,あの9条が改正されない間は、うん、あのされたらそのされた憲法を順守するのが僕も含めたみんなの義務であって。 改正されない間は九条の範囲内でやるしかありませんから、うん、その中でせめてもこのバランスを少しでもまともに近くなるようにここまでいかなくてもこの程度に持っていこうというのがそもそも岸信夫防衛大臣の根幹の志なんですそれは安倍総理とももちろん共通するところはあるわけですけど兄弟の関係でそれをやってるわけじゃない、うん、岸さんの、まあ、岸さん長年安全保障あの目立たなかったと思いますけど石破さんみたいにはっきり専門家として目立ったわけじゃないけれども 地道にやってきた人ですから、うん、まあ僕はそこをあの信頼しているわけで、はい、それでもう一度申しますが岸さんとの、まあ、正直言うと個人的なやりとりも含めて、うん、これは岸さんが自分で考え自分で迷いもあるところを振り切ってって大事になってからですよ、はい、責任が重くなってから改めて迷った部分はあったけどそれを振り切って踏み込んだんです。 階段の中身がこうやって一枚紙によってですね、はい、この部会で示されたわけですね、えーえー、でこういう表に出た紙でも、まあ、たくさんのヒントがあってです、ね、はい、まずここにあの客観的に95分って書いてあるわけですね、でこれ、テレビ電話で向かい合ってるわけです、はい、これ大臣室です、はい、こんな別に公開情報で、防衛機密ありませんから、ねはい、ただしこういうのも窓が映ってたりするとあんまりよくないんですよね、んうん、総理官邸もね。 こうやってあのテレビ同士であで向かい合ってるわけですよねでそれ予定60本だったんですここに書いてないですけどうんあじゃあ随分伸びたんですね1.5倍ちょっとなったわけですね、うんはい、それ自体が、まあ、異例なことなんですんでそれの原因はですね、はい、中国が思ってる以上に岸防衛大臣が踏み込んだんで中国はまあそれこそ本来の意味のスパイの国ですからうん。 だいたいこんなもんだと見切りをつけてたのが、うんはい、まあ高く食ってたのがうん、うん、ちょっと狼狽したんですよね。はい、でどうして後者になったっていうのは僕は気配としても感じましたが、はい、それで95分になったわけです。はいはい、で真面目な岸防衛大臣は長くなりすぎたっていうふうにお考えなんですけど、あの僕個人的にそんなことは全くありませんと、い 2>, 2時間でも3時間でもよかったぐらいですと、言ったんですね。はいはい、であのこれ赤文字にしてるところは 防衛省の責任で赤文字にしてるんですが、はいまあ、的確なところを赤文字にしててですね、うん、この尖閣諸島これ及びという意味ですよね、はい、固有の領土である尖閣諸島及びその周辺海域を含む東シナ海調整、つまり尖閣だけ、あのー、ちゃんとしてればいいって話じはありませんよってことを言ってですね我が国の立場を伝えた上でねここれこ,こにね、はい、例えばこれがなかったら。 中国航専の活動といった個別の事象について指摘というのは、うん、要するに日本の排他的経済水域あるいは接続水域あるいはひどいケースというのがよく起きているんだけど領海内に高専というこれは本当は日本語としては全くこなわれていないこの言葉は僕はやめたほうがいいと思いますが要するに民間船じゃなくて中あ明らかに中国政府の船でしかも武装していると、はいえー、国家によって武装している船という意味なんですが。はい 普通この中国軍いの言わないんですよ中国交戦だけに。いはい、ところが中国軍や中国交戦ってこれはねあの漢字ひらがなでたった4文字中国軍やになってるけど、はい、これ意味してるところはですね、あのー、実はこれはもう中国側には何をわれたか一発分かるわけですよ自分がやってることだから。 実際の尖閣諸島をめぐる情勢というのはどうなっているかというと、はい、報道ベースと全然違っていてここにあのいろんな島々があるけど尖閣諸島がざっとこうあるとするとですね要は漁港の,の方々が本来漁するのこういうテリトリーだとして、はい、これ本当は全体を泳いでますけどとりあえず、こうだしてね、はい、で海上保安庁の船がこうやって守って、はい、そこに水産庁も協力すると。 ところがですねこの遠巻きに中国海軍がいるわけです。で中国海軍のこれはもうあの場所は言いませんが要するにあの勝手にやってるわけじゃなくてここに海上自衛隊の艦隊行動も展開してるわけです。でさらには横須賀を母港とする第7艦隊、はい、空母ロナンド・レーガンをはじめ アメリカ海軍のの艦隊行動もこの周りでで起きてるわけですだから三艦隊がここで、うん、三艦隊っていうのはその2対1ですよね、はい、日米同盟強固なんで特に海ではすごい強固なんで、はい、このことはですね一種の公然の秘密ありながら絶対語られることはなかったんだけど、うん、ここでその中国軍っていう一言言ったために、うん、これが現実だってことを防衛大臣自らの決断と政治的発言によって あの明らかにしたということを意味してるんでんそれ自体あの、はい、僕はこの外交やあの国防部会の合同部会で手を挙げて発言した時にもそれを言ったわけです、はい、これは非常に画期的でう言うべきことをやっと言ったとさらにですねそのこの力を背景とした一方的な現状平和の試みに対する強気ね、これは前から言ってるわけです、はい、ねえー、言ってるわけですが えー、そのあとにですね、はいここ、この紙にはね、はい、やっぱ防衛省が外務省に気を使った面もあると思いますが、書いてないんですが、うん、説明の中で,です、ね、縁印で汚い字ですけど、はい、これ、大きいって書いてあるとカナになんですねあの、大きい発言を受け入れるわけにはいかないということを、岸防衛大臣が中国の これ結構大物ですけど、はい、この国防大臣にはっきり言ったわけです。はいね、やっと反論してくれたんですね。そのとおりなんですが、はい、これをだから見習ぶ元防衛大臣の皆様に特に小野寺さんに目線を当てて僕は言ったのは、はい、過去外交当局の間でやったことましては日中の外務大臣 ね、ご本人がやり合ったことについて、はい、防衛大臣が乗り出してこういうことを言ったことはないですよね、うん、ってら、うんななな「ないです」と「いやいやもうちょっとかっこいいけど、うん、ないです」「いやいや,いや <laughs>、うん、まあとにかく <laughs>、はい、え青山さんそこまで言うの?」っていうのはこう目に現れてたけど、うん、ないんですよでこれで中国は明らかにうろたえたど。えとね それで、あのこれで王毅外務大臣の暴言問題が終わったわけではありませんよ、はい、あ,のあくまで防衛は防衛が任務ですから、うんね、これを受けて、えー、日本の外務省や茂木外務大臣がこれからどうなさるかということがとても大事なんですが、はい、まあ気を使って、気を使ってやるのが日本の閣僚であり<え>政治家っていうことを踏み越えて、だから、温厚な人が怒ると怖いと、岸さんが本気で怒ってるからですよ。はいね さっっき言ったこの絵で分かるように実際は防衛省、自衛隊も苦労して尖閣諸島を守る任務に当たり前ながらついているわけですからその努力を無にするようなことは許さんというその穏やかな人だからこそのこ分の厚いたもんじゃない怒りがあってこの話になったわけです。ここのの発発言に話じゃない発言になったわけですよねそしてさらにこの発表資料だと 中国あの記事大臣から中国は地獄の国はの防政策これね井上さんがおっしゃったその、はい、新聞史上に出ててなんと NHK ウェーブにも出てましたっていうのはここにあるからです、うん、紙にあるから、ねうん、でこれはまあ逃げも確保もできないってことでこれは大臣自身が目を通しますから、うん、ここに中国の国防政策が書いてあって指摘されてて、はい、で透明性向上っていうのはまあこれ以上言ってないけどもこれは前から 日本の防衛セクターから出ているのは例えば中国のいう国防予算の中には研究開発費が入ってないという、はいはい、う笑ってしまうんですけど、ですね、すにサイバーと宇宙が研究開発がものすごくお金かかるんですけど、うん、それを入れてないわけですよね、うん、でそれも含めて、もっとまともなものにしてお互いに信頼できるようにしないとどうにもなりませんと、うんまあ、はっきり言うと、戦争のリスクが膨らみますよということをこう言っているわけですよね。 この日米防衛当局間ホットライン、この紙はね、早期開設に向けた調整が着実に進展していることを改めて歓迎し、その実現に向け、両大臣がリーダーシップを発揮し、調整をさらに加速させていくことで一致したと書いてあるのを僕は発言で問題にしまして、これ、事実と違うと。 なんか報道でも全く違いますよねそうです、はい、あれは要すするに記者コンででってんですよんちゃんと取材なさったと僕は記者出身で言いたいけど、はい、違います記者コンで喋ったからみんな同じような記事が出るんですよ相変わらずのことですが、はい、これは実際はですねもうあの当面やれないなって話になってるわけですよ中国側も。それで、えー、僕はこの紙にはこう書いてあるけども。 実際はそのホットラインの解説を将来にわたって否定したいわけではないけれども逆に当面はこれとてもできませんということですねそれ確認したいのでちゃんと説明してくれってこととそれからもう一点はこれは少なくととも当面ははやっちゃダメですとこれはあ,のありの一欠の一つにな,な,なりかねないとありの一欠って本来穴は一個なんだけど。 中国の工作活動ってそのの穴をたくさん作るわけですよそれで尖閣諸島も含めてですね防衛当局のホットラインいいように見えるだけどこれ話が違っててそれもし開催されたらカナダ・チャイナは中国の領土・領海・領空の中国の言い方だと長魚島をはじめですねそのあたりで日本の偽装漁船が入ってきたり。 日本の海上自衛隊やアメリカ海軍が入ってきたり不当なことが起きたと時に対処できるようなホットラインを作ったんだと必ず中国はそれを言うためにこれやってるから実際に何かあった時にこのホットラインで話してそれで中国が引くってことはあり得るんだったら最初から入ってこないのでしたがってこれはほとんどありの一決な話だから、はい、やるべきじゃないって言ったんですよ。なるほどそれで あの防衛省側から、えこの時はあは岸大臣は本当に公務で、はい、もうあのお出になってて、はい、副大臣だけは残っていらっしゃったんですが、まあ、あの防衛省側からつまり官僚の側から説明があったのは、はいえー、日中外相会談で、はい、これも珍しいと思うんだよね防衛省の説明で日中外相会談の話で出てくるっていうのもなかなか画期的。 さっき言いました通り第一安倍政権できるまでは総理府や内閣府の外局の好きな方の防衛庁だからもう外務省のが全然偉い,という、うん、さっきの車両輪でいうとこのこっちの車輪だけでかくてこっちはこんなんだと、うん、タイヤがついてないみたいなねだからそういうのが現実だったから、はい、やっぱり大臣一人でこれだけ変わるってことでもあると思うんですが大木、はい、さんがきい外務大臣がお見えになった時に、はい、その日中外相会談で。はいえー 年内に開設という話も出たようですが実際には期間を区切ってないと、ね、区切ってないというふうに聞いておりますとしたがってまとす非常にあの柔らかい言い方だけど、はい、青山先生のご意見も踏まえてってことも言ってましたが、はい、要は平たく言うと、えー、そうです開きませんっていうことなんですよ。 はい、それで、えーまあ、ここはだから、うん、多少、中国側の顔立ってたという面もあるかもしれないけど、うん、中国は作りたいですから、うん、じゃあ、ホットラインの話は、あちら側から行ってきた話なんですかね、うん、これ、もともとはね、うんあの、ここにも書いてあるけど、2>, はいうん、2年半前にですね、はいあの、どっちがっていうか、これはあの日本側もかなり、これ、防衛省じゃなくて。 防衛省中心じゃなくてもちろんガ務省が中心で、はい、のホットラインを作っとけばうん、うん、日本側の,のナイーブな人ね、はい、ナイーブってあの外来語としての日本語だとねあの人はナイーブな人よねっていう,のはこう素朴で、うん、とっても素直な人ってイメージじゃないですか。はい、だから英語圏で普通使う特に日常生活じゃなくて、うん、こういうあの防衛だ外交でナイーブっていう時はほとんどバカだと同じですから。うん 要するに、あの話の裏も、何もわからない人って、いうことを言うんですね、うん、内部っていうのはね。はいはい、だから、その二年半前には、あの日本側は、やっぱ内部にね。ホットライン作っておけば、あの、いい影響があると、思ったつもりだったら、うんだけど、チャイナは,は喜んだわけですよ。うんうん、これは、中国の領土で、おかしなことが起きたら。はいはい、日本側とすぐ話す、のは作っておっから、まあ安心してろみたいな。 ことなんですよだから話が逆さまされるんですけど,、うん、どそれはね中国共産党や中国を非難しても始まらないんであの彼らの領土の主張はめちゃくちゃですけどもこれはいくら非難しても非難しすぎるってことはないけれども外交に裏があって内部じゃダメだってね、のはそんなものはローマ帝国の昔から当たり前なんですよ。<laughs> そうですね日本も1945年まではそんな当たり前だったわけです、はい、それが一度叩かれただけでガラッと変わってしまうってことが違うでしょうってことを言ってるわけでね。 さあ井上さんから例によって、えー、強制権限を持ってストップがかかりました。もうやめろ。<laughs> そんなことはない。もう投げだろう <laughs> ということなので、はい。あのいや冗談ですよ。井上さんからやんわりともう三十分にななったんですか？なったので、あの井上さんもう家帰ってくれませんかということなで、<laughs> 家まだあと三本撮りますから、ね。ああしうなの。はい。というわけで、はい、えー。とりあえず、うん。 すべてのことは俗人的とも言えるしそうですねやっぱり培ったものがあるからですよですよねそまああの兄弟だからといってあの指示したり命令したりすることがあるわけじゃないってことをお話ししましたけれども同時にやっぱり広い意味で安倍政権の遺産の一つじゃないですかねそうですね。 安倍政権の歩みがなくて、あの桜を見る会というのは、安倍さんの緩みだということは、僕はずっと指摘してますけれども、うん、前からあの去年の11月に予算委員会で共産党から質問出た時点から、僕はそう申し上げてますから、はい、それはその通りなんですが、でも、単に長いだけじゃなくて、非常に後に効いてくる遺産を残している政権だと思います。うん、はいじゃあ、はい、最後に、えー、今度、ね、紹介していいですか。はい、はい えっと、まずこっちからいくと「ですね、はい、この君の大逆転」という本があの、まあ、僕にとってはどの本もそうなんですけど単なる本だと思ってなくて、うん、あの皆さんに実際に効果があると思っていてです、ね、ちょっと写真を中心につまり動かぬ証拠写真として紹介したいんですけど例えばですね、はい、これあの T シャツを広げているただの写真に見えるでしょうが「零戦と富士山」ですね。 にえー、収録でいうと2回分前ぐらいの時に紹介した、うん、あの真珠湾行くまでもなくホノルルにあるあ陸軍記念館、はい、無料で入れるところの売店なんですよ。うん、でこれ、ね、優秀なカメラだからちゃんと映ると思いますけど要するにアメリカ陸軍の売店で、はいわば正式な売店なんですよあれうん、うん、単に業者が入りましたっていうところじゃなくて、はい、そこでですね富士山をバックにして。うん 零式戦闘機が誇り高く飛んでるところ、うん、これ日本で売ってないでしょ、うんね、で,、ね、でこれを普通に売ってたわけで今残念ながらちょっと廃盤になってるそうなんですがいやまた作ろうと思ったら作れると思いますよここ,ここにたくさん日本人が行ってこの T シャツどうしたんですかって言えば <laughs> そ,れはそこはアメリカですからすぐまたね,ねあの作ると思うんですけど<あ>あのこういうことも実は逆転じゃないですか、うん ねそれは単にあの戦った相手のアメリカが日本を褒めてくれてるってこともさ単にって言ったけど驚きですけどうん、うん、それ以前にいわばスタンダードとしてかつての日本語は悪者の塊じゃなくて、うん、誇りある世界から評価されてると、うん、で中国韓国はむしろ全く例外だと、はい、同じアジアでもあるいは同じ日本と一緒になってた国でも台湾はまあ全然違うしねっ。 でそういうことも逆転だしそれだけじゃなくてこうメディアとか学校から受験勉強も含めてこう一定方向でずっと刷り込まれてきたことが現場を歩けば T シャツ1枚でも変わりますよというこの,あの一つの大きな大逆転が起きるって意味だけじゃなくてたくさん積み重なっていってあの良き人生やあるいは。 国との付き合い方が変わってきますよってことを申し上げたわけ言ってるわけです。あんまり長話になっちゃいけないけど、これはあのこの間お話した戦艦水無里にある、はい、これ実際のお特攻機のぶつかったへこみ本物ですね。はいはい、それでこれいろんな意味あるでしょ。例えばこれであの一人の十代の日本の阿蘇になった青年の命が奪われたわけですけど、うん残したものはこの 飛み一つです。だから申し訳ないけど、あのミュラも僕もこの僕はあんまり右左言わないですけど、これ何でも日本のやったことは良かったっていうようなね、うん、あのこうそういう,こう偏った観念概念で言ってんじゃないんですよ。だから僕は特攻作戦をあのやっぱ戦術的には成功したとはとても言えないって言ってるのは結果これですからね。うん、これだけじゃなくてそれは沈んだ船もあるから。 あの一時が万事って言っちゃいけないんです逆にこの場合はただしこれもまた現実性ですねそしてさらにこれは何でこのへこみしかないかというと結局レーシ闘クに積んでた爆薬があ,のあるいは爆弾が爆発しなかったんですよ、はい、だから機体がぶつかった後だけなんですねで水量が巨大だからこのへこみしかないんだけど、はい、そのためにですね爆発しなかったからこそあのバラバラチりジになるはずのこの例えばこういう体が バラバラにならずに上半身だけちぎれてこ,のここの甲板に顔がお顔がそのまま転がったわけですよもちろん命はもう失われてるけど前も言いました通り海軍士官や水兵があの蹴り回してる時にキャラハンって艦長が「彼は我々と同じ祖国を愛する人だ」って言って、はい、この水の中で赤と白の,あの布を探し回って曲術、はいえー、機を作ってこういうふうにこれ実際の写真ですこれ。 ね、沖縄戦の最中に海軍装をやってて、うんはい、アメリカ海軍の軍人がですね自分たちの将兵が死んだ時と同じように、うん、あの霊峰を打ち鳴らして、はい、あの沖縄の海に帰したわけですよね、うんうん、でこういうこともその、えー、このミズーリのこのでかい船のですねでかい船のこの真ん中あたりで航空、はい、文書に調印したそこまで日本人けど、うん、これ完備の方でそこに行かないんですよ。うん だから、ね、きょ距離にしてですねでかい船だけど、うん、それは数メートルですよねうん、うん、数メートル行かずにそこで厳しく返すためにさっきの見ないです終わってる日本人の方が水に行った人も少ないけど、はい、でも長年ではか,かなりれるけど非常に少ないんですよ、うんうん、だからそこに僕らが行ってるだけでキーの目で見られるっていうのは現実ですからうん、うん、だから日本の学校教育も報道ぶりもあるいはものの本も含めてですね、うんあのー そこを考えたい現場っていうのはどどれほののの意味があるのかでこの本に出てくる場面より前に僕は何度も何度も言ってでしょ例えばあの商社マンであったけどそれをやめて、はい、このミズりリの説明員になってる日本の男性がいて<ー>そして僕は「官備の方に一緒に行きましょう」って「はい、僕は本当はこの船よく知ってるけどあなたガイドしたいんだったらどうぞしてください」って言ってですね、えーえー、言ってこられたんですよ「日本人ですよね」って言って。はいはい で完備行きましょうって,言って「えっ穴とか何もないですよ」って言われたから「えー、いやいや違いますよ」って。で看病に行って僕の方が説明しだしたら、えー、普通の商社マンですよ左派に属する人じゃなくてはい、はい、ごく普通の人がはい、はいあ「これは日本の軍国主義ですよね」こんなバカなことして、ね、こんな恥ずかしいから見ない方がいいですよ」って言うから「えー、全然違います」っていうのをですね、えー、そこで、まあ、分かけて 話をしたたらつきが変わっんですよいい意味でじゃあ私は恥じる必要ないんですかって言われたんでそれはもう大事なことで全く恥じる必要ないその通りアメリカが褒めてるじゃないですかけなしてるのは日本人自身ですと日本の教育やメディアオールドメディアであって現にアメリカいやあなたが今いらっしゃるそれから商社マンとして勤めてきたアメリカが こうやって褒めてるんじゃない言うから「いや本土では違いました」って言うからだから現場が大事ですと。日本軍と相まみえたのは実はねつまり潜水艦が1隻ねあのカリフォルニア州であの森林火災をわずかに起こしたことはあったけど実際アメリカ本土って日本だけじゃなくてどこも攻め込んでないからヒットラーの軍隊も全然攻め込んでないでしょ。 だから日本軍の戦いぶりを知ってるのはアメリカにとってはこのハワイだけなんですよ、真珠、うん、湾だけですからね、うんはい、だからこの現場では日本を褒めちぐる、うん、だから現場が大事で、うん、だからガイドがなさんだったら、やっぱりこういう現場を同じ艦内で触ることが大事ですって言ったら、うん、言って、僕はそのご商売なさってた、少社マンの時にそういうこと経験されたでしょうって言ったら、もう本当にあの、仲間ばかりのお顔になって,いて、て、うん、涙にじませて、その通りですって言われたんですよ。うん あれからずいいいい時間経っっっててどどういう人生を送ってらししゃるかといつも思い出しますけどねだからあの「君の大逆転」というのはこの戦争の時に何があったかっていう逆転のことだけを言ってんじゃなくて僕らの間に深く刻まれてる生き方の違う部分うう、ね、下向いてる部分がこう乗り越えられますってことをこの本でお伝えしたいんでだから新書数々出してきましたけどこれ特に読んでほしいんですよね。 それでもう一つはどうぞ、はい。そうですね。えっ、ー、と、はい、こちらの私はハイネコの、えー、感想を今日一つご紹介したいと思います。今日二回目ですね。はい、そうですね。いただいた感想のえっと山谷先生も入れると三回目ですね。あ、はい。はい。<laughs> はい、でははい読み上げます。えっ、ー、と2020年12月17日に投稿されたものです。うん、ええー、飼い 青山さん、私はハイネコをありがとうございました冒頭二章で8歳のサインの目を通して宇宙の青に染まる夕暮れを見たときに少年の頃のある夏の夕暮れに見上げた空がよみがえりましたそれは本当に深い青をしていましたそれは美しくも虚空に浮かぶ不安をかきたてられる青ですそしてなぜかああ、この物語を僕は知っている すでに自分の中にある物語だと思いましたそしてその物語は今の自分には重いものです嫌だ嫌だ向き合えないと思いつつ2日もページを開くことができず今日になって恐る恐るでも一気に読了しました水の中ではあんなに自由で楽やからというハイネコが水槽から出るときには別人のように苦しむ様はまるで母から生まれいずるようです 出会えぬ母を追うサインの旅も思い出には帰れないということを知るだけ母を追うようでいて実は自分の心と出会いますすべてを飲み込み命を奪う水はまたそこから始まる命を養います死と生と生と,生と古来より日本人がまっすぐ見つめてきた生の肌触り命の連なり自分は母から生まれたという 重たくも幸せな記憶家庭の事情で苦労して育ててくれた母少しでも楽しい思いをさせてあげたいと田舎に戻ったはずの自分の情けない現状に「母ちゃんごめん」と泣きながら読みました「諦めずもう少し生きてみます」以上です <laughs> <laughs> はい。 また結構若い方かなとも思うんですけどねこれ,これあの名前とか入ってないんで大丈夫ですけど、はい、そのプリントアウトをしただけですけど今朝の2時40分にいただいてるんですよね、はい、だからこれが今のところっていうか朝うちを出るまではこれが一番新しい最新の感想なんですけど「会奇、はい」まあ、ってあの耳で聞いて分かりにくいですけどこういう字は なんていうかこういう言葉を当ててらっしゃって「生」と「生」っていうのもそれで、あのー、やっぱり書き手としてこんな嬉しいことはないっていうのはこの今僕膝の上に置いてましたけどこの前に言いました私も「ハイネコ」て受け取る人がいてくれたらと思ったんですけど、はい、まさしくそうですよね。 山谷ささんんだけじゃなくても、はい、も私ともと思ったとでもこの人は全く違う視点からしかも男性で、うん、比較的多分若い男性で、はい、私もハエ猫とあるいはお母様もハエ猫と思ってくれたっていうのがですねまあ苦労して書いただけのことはあるなと今朝かなブログに書いたんですけどあの10年ちょうど10年目書き出してから10年あたりの時の原稿あの。 あれ覚えててですね、はい、僕にしは珍しいよ、ね、大体こうカタラシスが起きて吐き出すと忘れるんですけどその時の原稿と比べてもその後八8年半かかっただけの理由はかけただけの理由はあるなというのを感想を見て思いました、えー、あのうーんなんかね買ってくれってあんまり言いたくないんだけど、まあ、とにかくあの どういう手段でも立ち読みっていうのは推薦したダメですというのは、それはあの書店員の方は生活できなくなっちゃいますから。でも、まあ例えば友達と共有してもいいですからね。あのーコーヒー何杯何杯分？三杯分までいくかな。千二杯か三杯。千五百円です。二杯分？高いコーヒーだったら二杯分。普通のコーヒーだと三杯分。コーヒー三回あの飲むのちょっとあの諦めてもらったら。 友達と共有もできると思います。はい。それでマミ、あ、あのミオラシショーって言わなきゃいけないんだった。はい、キスさんの話じ、はいえー、のを含めて。はい、えー。メインテーマの方のミオラシショーの感想はいかがですか。え、もうあの時間がだいぶ、あーひょー、はい。多分40、45時間ぐらい経ってますので。45時間か。はい。あ <laughs>、うん、そうですね。あの三次補正予算。 についてもお話があったと思うんですがその、えー、とあれですねスタンドオフミサイルでしたっけ、はい、とかあとはイージス艦2隻が実際に進んでいくと思うんですけれどもあの私が期待しているその敵領域内での攻撃っていうのはなんか期限をつけずにっていうことになってしまったみたいなのであ結局そこには向き合わないんだなっていうのが私の感想です向き合わないわけではない。はいうん はい、それはあの現実あのちょっと違うっていうな言葉がきつくなんだけど、うんはい、これ今バーンとスタンドオフミサイルは自衛官の安全を守ることに加えて相手領域を叩くことにあるんですって言った途端に待ってましたになるからほんはいはいたこ焼きおいしいですね <laughs> スルメイカーもまた頑張って取ってね正当な量やってスルメイカーを取って、はい。 タコの代わりにイカも入れましょうみたいな話をしながらできるようにすると。かいうのもねはね、はい、これは敗戦線だけではないです。うん古今東西祭りごとの要けではないです。うあそうですか吹き<で>出しにやる時にはっとさっきの岸さんみたいに温厚な人でその防衛大臣が外務大臣のやったことをこうあれこれ言ったりしないっていう時にパッとやるとあ構えてきてないからはい,はい,、はい。 でも今回みたいにスタンドアッミサイルうわ、これは相手基地の攻撃だと、相手領域の攻撃だとなると、そこに、へそうですって言ったら、待ってましたっ、うん、なるから、だからああの、がっかりするには当たらないです。はい、がっかりせずに、じゃあ、見て、追っていきたいと思います、うん、同時に、ごまかしたい人たちも、山のように住民人の中にも、住民人の中にこそい,い,いますから、守る回答。 ともに頑張りますはい、わ、はい、かりました、はい、はい、ありがとうございますでは今回も45分市場最高の時間になってきた <laughs> はい、わかりましたがはい、皆さんご視聴いただきありがとうございました、はい、ありがとうございました